立花、あんたって彼氏いない歴何年？マジそういうこと聞いちゃダメだって。16年に決まってんじゃん。だってあいつ面白いんだもん。彼氏いないどころか友達もいないだろあいつ。そういえば一緒に誰かといるとこ見たことないよね。もしかしたらあいつの声も知らねえかも。友達なんて別にいらない。彼氏いない歴っていうか友達いない歴16年だけど。あ、チョコディッシュも食べたいけどアップルパンも捨てがたい。じゃあ私こっち買うから、ゆうちゃんこっち半分こしよう。うん、ありがとうございました。友達という名前だけの集まりはこれまでいくつかあった。この間のミサちゃんの誕生日会楽しかったよね。ミサちゃんのママケーキ作ってくれたよね。うん、すっごい美味しかった。